リエーター部員が持っているポンポンの色やリボンの色、そして、曲名であったりとか歌詞に着目してカラフルを楽しんでください。そうだな、いる方は分かるかなと思うんですけど、チアリーダー部員があと14日って言ってる動画で、あの変なポーズをしてたと思うんですけど、それの種明かしが1曲目で行われます。そちらも着目してお楽しみください。はい、ではメドレースタート。